おい、気をつけろ。これならまだいけるか。てっ、ラジが開かねえな。少しも減ってないよ。ノクト、一人で先に行け。はぁ、クリステルの力が得られる。この状況を何度も今のままでは全部ここで死ぬ。確かにクリスタルに頼るしかねえか。待って、待つよ。俺たちで何とか踏ん張る。一人ならクリスタルにたどり着けない。仲間をここに置いて殺す。封鎖します。ゲートから離れてください。よっ、ああ、クリスタルまであと少しなのに。されよっ、仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ急げ。力を得るなら全てを捨てる覚悟で臨むんだ。よせやるや。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。ああ、なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。違うな、やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。ああ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないのか。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルの、その力のと王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。Oh.
みんなと遊んで待ってるから。お前が玉座で命を捧ぐほか
この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。最後の使命を果たすのだ。